演舞開演。どうも、本日はこちらローソンのコッペパン開いちゃいましたを食べたいと思います。なんだよこのネーミング。そしてこの商品コッペパン開いてどうするんだ。むしろ食べにくくなってない。前にこれ前に瀬戸康史さんが紹介してたのが気になってるんですけど、実はですけどこれなんて言うんですかね、何でしょう、なんかふわですね、人形みたいにパクパクやるわけでもない。上の方にチョコレートとクリーム、まあ食べていればいい、わかりますか。いただきます。美味しいチョコパンではありますが、本当にこれって何なんですチョコレートはパリパリで、生かの生クリームもさっぱりしていて、美味しいは美味しいのですが、チョコパンとしては本当にこれをわざわざ開いた意味が全くわからないのですが、どこから突っ込んでいいのかわかりません。あのたらこ唇みたいな形にして、食べやすくなったわけでもない。なのでこちらのテストをさせていただきました。もうちょっと狙いを明確にして、後悔をひまわりの花に捧ぐかな。ひまわりの花の笑顔で後悔を吹っ飛ばしたいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。